宇宙系ヒーリングユニットスターシードのあさこです。ちかこです、はい。マザーズの祈りという曲を聴いてくださいましたか？一つ前にね、アップしたんですけどね、はい、でこの曲が一体どうやっていつできたかっていうちょっとお話をさせてもらいたいんですけども、うん、3月の今年のね、3月の20日の春分の日に突然名古屋に行ってた時に、うん、降りて駅で降りて、うん、いや本当にね、いつ降りてくるか分かんないんですよね。突然来るの でその時でも全部降りてきたわけじゃなく、うん、サビだけだったんだよね、うんうんうん、でサビをちょっと歌うわって言って駅で歌ってたんですけど、でそのサビを聞いただけでもなんかすごい魂に来てうわっていう感じの感動をしてたんですけど、続きはないそう、来ない、続きが来なくて、うん、サビで終わったっていう、うん、でとりあえずサビを覚えろっていうことだったのかよくわかんないんですけど、うん、楽譜とかがないので、うん、覚えるしかないんですよね、うんうん、でそれからしばらくほっといたんですけども、うんうん、そうしてたらちかちゃんがなんだかピアノ曲を作りたくなったって言ってたんです、うん、そう、うん、なんかふっと曲作りたくなったから作ってたんですよ。でそれそれで置いといたんな、うんうん、でそのそれがちょっとして、まあコロナ騒動で、うん、自粛期間に入ったね。そうなんですよ。でゴールデンウィークかな。そうだね、まあ、もう全然動けなくなっちゃって、うん、家にじーっとしてるっていう日々が続いてた時に、うん、全部降りてきた。ついについにそうなんですよ、うん、で来た来たって言って、うん、で全部あさこさんが歌って それを聴かせてくれた時に、あれってなったんよ、うん、私がその作ってたピアノ曲とマッチしたんよ、それなぜか、うん、なぜか、 なぜかなんかぴったりかもみたいになって、そう、うん、不思議な感じで出来上がったんですよ。でしかもこの曲は後からマザーアースからのメッセージだっていうことが分かって、うんうんうん、で分かってまたうーってなって、そうなんですよ。なんかマザーアースの気持ちを考えて聞くとよりなんか感動するみたいな、うんうん、感じなんですよね、うんうん、でその目覚めの意味っていうのはさ、うんうん、まあ、私たちそれまでも自分本当の自分に、うん、目覚めようねっていうことはいろいろ言ってきたんですけど、もう一つね、目覚めるっていう意味があってね、本当の、 真実を見て、ね、本当に作られた世界から目を覚まして生きようっていう歌詞だったな。そうなの、後から考えるとすごいと思って、まだ私たちがこうやって真実を、YouTube でね伝える前に来た曲だったので、うん、まさになんか両方目覚めてほしいってマザーズは伝えたかったんだっていうことを受け取ってたので、すごく感動しました、うんね、この曲がね一人でも多くの方にね届けられるように私たちも、ね、全力で、また活動します。はい、そしてこの曲が入った CD がまた9月に発売予定ですので、この CD に入れた曲はですね、アレンジを加えていただいたので、なんかこうオーケストラが入ったり、ものすごい壮大な感じにさらになっていて、しかもちかちゃんがそこにクリスタルボールの音色を入れてくれてるので、またね、違う感じの味わいで聴けると思いますので、両方なんかね、聴いてほしいね。そうですね。YouTube の方は本当にピアノ、私のピアノを弾いてるんですけど、ピアノだけのシンプルバージョンで、でもなんかどっちも好き、ぜひ聴いていただきたいと思います、はい、もしね、予約、その CD の予約されたい方は、概要欄の方で、はい、ちょっとチェックしていただきたいと思います、概要欄の見方なんですけど、
あの画面の右端のところに、うん、あの三角のポッチがあるので、そこをプチって押してもらって、下にスクロールしてもらうと、あの全部バーって出ますので、はい、はいね、ぜひぜひお願いします。今後のね活動の、はい、はい、お願いします。はい、9月16日神戸、17日札幌、18日仙台、19日新潟、20日長野、21日山梨、22日茨城、23日埼玉、はい、1,2,3,4,5,6,7 8箇所はい、ツアーに行きます。はい、お近くの方はぜひね、はい、この機会を逃さないようにお願いします、はい、で結構ね、うん、今回はあの自宅開催をねさせていただきますので、はい、あの参加希望の方には個別に、うん、あの開催場所の方をねお知らせしますので、はい、はい、本当です ね、 ねだからね YouTube では言えない、そう、もっと言いたい真実を話しちゃう、たくさんたくさんちょっとね言いたいので、うん、はい、ね、ぜひぜひいらしてください ね、うん、ね、いや本当ね、昨日もね脳中の会のね、うん、あの真実を言うとね、うん、みんなねびっくりし、びっくりしすぎて、うん、今日は寝れませんって言った、帰ってきました皆さん、うん、はい、それぐらいのちょっとね、いろんな情報を持ってますので、うん、はい、よかったらいらしてください。はい、お待ちしてます。それでは皆さん、ごきげんよう。